さて、江戸時代の大庄屋で酒蔵や診療所としても使われていた空き家の再生プロジェクトが吉備中央町で進んでいます。岡山県立大学の学生が空き家の今後の活用に役立てようと、この地域の歴史やかつての暮らしについて住民にヒアリングし、まとめた冊子が完成し、地元の人に送られました。活動に協力した住民らを前に、岡山県立大学の学生が冊子の完成を報告しました。およそ20年前から空き家となっている江戸時代の大庄屋小出家邸の活用を目指し、3年前に始まったプロジェクトで、学生が地元住民に地区に活気があった頃のことをインタビューしまとめました。今日は地域住民らに1000冊が贈呈されました。ありがとうございます。地域の人の発言をようまとめてくださってから、こういうふうに見てもらったら、我々も知らないこと、そういうものをいろいろ教えられるし、また自分にとってもやっぱ後世孫たちにも伝えていきたいと。どんなことを聞いたら、その地域の人が本当に やりたいこと、思っていることっていうのを聞けるのかなっていうのをすごい考えながらお話をたくさん伺いました。小出家邸がある豊野地区のように過疎が進む中山間地域は全国各地にあります。空き家を活用した町の活性化に関心のある若者たちが有志で集まり制作した冊子は、これまで文献に書かれていない地域の歴史を未来に残すためにも大きな意味を持っているといいます。自分が住んでない地域の生活の跡とか今ある歴史を知ることができるのが楽しかったです。プロジェクトを率いる岡山県立大学の穂刈康介准教授は、これまでにも住民から聞き取ったことを地図などに起こす取り組みを行っていて、実際に現地に出向くことの大切さを語りました。学生がこう話を聞くと、なんかいろんなことを教えてくれるんですよね。 Google マップとかで見るとめちゃくちゃ情報ないんですよでもこんなにこう地域の人に語ってもらえると豊かな場所なんだってことがこれを通じて分かったので、それは大収穫でした。この冊子は今後町内の小学校などにも配られる予定です。地域の人とさらに連携を図りながら、空き家の活用方法も考えていきたいということです。